皆さんこんにちは。本日行う作業、プリウスアルファのドアミラー自動格納ユニットの方の、取り付けを行いたいと思います。商品の方はネットで購入した、このタイプ1と言われる方のカプラオンのみの、ハーネスを購入しました。金額は確か2500円ぐらいだったかと思います。梱包されてたものは、今ご覧いただいている説明書、こんな感じで詳しく、取り付け場所等も載っているんですけれども、この図を、この図、扱い説明書ですね、こちらの方を参考にしながら、実際に取り付けを行っていきたいと思います。商品はこちらですね。このハーネスのみですね。これを、説明書の指定箇所ですね。この、LJ2 って書いてあるコネクターの間に割り込ませると、それだけで、鍵をロックした時にドアミラーが畳まれるようになるそうです。それでは作業に入りたいと思います。早速取り外しの方ですが、まずこちら運転席側の扉のこの足元のなんて言うんですよね、プラスチックのやつ、これを引っ張る肩よいしょ、このここと運転席前の方と後ろの方にちょっと固めの爪がついてるんで外しづらかったですが、これをまあ引っ張るだけで外れるみたいです。でアクセルペダルの近くにある、ちょっと暗いですけど、これここにあるネジを反時計回りに回して、よいしょ、こうですね、これを回して取ると、あとはか助手席側に引っ張るんだっけな、でもよいしょ、引っ張るだけで、よいしょよいしょ、すいません、ちょっと硬かったので両手使いまして、いきなり開いた画像になってますが、この向きでついてたのを助手席側に引っ張ると、内側になんていうんですかね、ここ2箇所こういうので止まってるだけです。で車の方に残ってしまったので内張り剥がして、一周します、よいしょ、あ、どこ行っちゃった、はい、紛失です、後で探します。で、この状態で、説明書にあったここですね、これ手前のなんとか J2、これをまず外します。今両手で外しました。でこの間に購入
したこのカプラーを入れ込んでいきます。よいしょ。で、外したイカワーも付ける。よいしょ。これで配線の取り付け作業は終了となります。でテストで、あ、ミラーが畳まれてる。一回テストで動かしてみたいと思います。よいしょ。ミラーを出して、カードが挿入されていません。エンジン止めます。開けまして。この状態で鍵を閉める。おー、閉まりましたね。はい、鍵開けます。で、確かエンジンをかけるとミラーが開くだったかな。よし、はい、エンジンを入れます。おー、動きました。あとは普通に稼働することが確認取れたので、今の逆の手順で戻していけば作業が終了となります。皆さん、ご視聴ありがとうございました。